ストラスブールの降伏は1681年9月30日に締結された帝国自由都市のストラスブールをフランス王国の保護下に置く条約。30年戦争を終結させた1648年のベスト・ファーレン条約ではハプスブルク家領だったアルザスの一部がフランスに併合された。しかしミュルーズ共和国は独立誌として存続。 ストラスブールも帝国自由都市のままであった。戦火は免れたものの、ストラスブールは孤立してしまい、財政状況も悪化、新生ローマ帝国からの援助も期待できなかった。1681年9月28日、フランス王類14世率いる軍勢3万がストラスブールを包囲2日間の交渉を経てストラスブールは降伏した。 ルイ14世は幸福の象徴として、ストラスブールの防御工事の一部を破壊、ストラスブールの教会もプロテスタントからカトリックに戻された。その後、1684年のレーゲンスブルクの和訳では、ストラスブールを含むフランスが併合したアルザス地域の領土が20年後の1704年に帝国に返還されることを定めた。しかし、 アウクスブルク同盟戦争によりこの条項は、私分と化し、1697年のベースウェイク条約ではフランスが占領地を併合することが承認された。これにより、ミュルーズ共和国とアルザスボッシュを除くアルザス地方は1697年以降、ストラスブールにいるアンタンダント・コルマールにいるアルザス最高表情院により統治された。ありがとうございます。